あのね、カジノで今、秋元議員っていうのが捕まって、中国の500ドットコムとかいう、まあ、田舎企業ですよ、新興企業がねで、日本にカジノ参入したいっていうので、お金をやっちゃったと、それもらっちゃったという話になってますね。で秋元っていうのは、内閣府の副大臣とかやってましたけど、まあ下っ端ですよ、自民党の中でい,いやで。下っ端の、ね、議員が 中国の田舎企業に買収されたとだからそいつはまあ切って捨てれば終わりという話にしたいんですところがですねメルコっていう会社があるんですメ,リコメルコリゾーツって、まあ、本社は香港なんですけどあのマカオとかでもものすごく大きくやってるリゾートリゾートって言ったってまあカジノ企業ですこれが今横浜狙ってね林文子さんとか市長ね 菅さんんとかにこう食い込もうって必死なんですよ僕はあのまあいいやちょっとあんまり時間なくなっちゃうんだよねで林芙美子さんっていうのは、まあ、菅さんのポチと言われてるね林さんが菅さんのポチだから菅さんは林さんの飼い主だというふうに僕は書いたんですけどもこれ実はねこのメルコに家宅捜索が入ってるんですよ知らないでしょ みんな中国の田舎企業と脇本の話だと思ってるんだけど実はメルコにも入ったんですねでそれは入ったっていうことはそこで書類を全部押収してきますそうするとこれが菅さんとかね横浜市長とかそういうところの話がいろいろ出てくる可能性があるんですでそれを捜索したっていうことはどういうことかというと検察はこれをもっと拡大する意図があるっていうことなんですよ ね、これは安倍政権から見るととんでもない話ですよ、絶対に許せない話、で検察の中で今、勢力争いがある、ね、黒川さんっていう、まあ、安倍さんべったりの人を検事総長にしようともう検事総長になれないんじゃないかという話になってた、そうすると安倍さんべったりの人が、ね、トップになれないなれば、よし、ね、俺たち戦うぞと思ってた人たち、元気づいたんですよ。 それででこういうい動きが出たんですよ違うんですよ検察官っていうのは普通の公務員は政治家の言うことを聞きゃいいんです大臣が指揮権持ってるんででですす個別の政策でああししろろこうしろっってて大臣が言ってもいいんですだけど検察官は一人一人が独立で国民に代わって正義を追求する義務があるんですだから別の法律にしてるのにいや国家公務員だから公務員法で 定年延長しました。これはもうとんでもない暴挙ですね。